山口県の高速道路でワゴン車が中央分離帯に衝突し車の外に出た2人が後ろから来た車にはねられ死亡しました死亡したのはタレントの桜塚やっくんとマネージャーの55歳の男性でした事故を起こしたと思われるワンボックスカー前方部分がバンパーが落ちてしまっていますそしてドア部分もかなり曲がっていますこの奥にはさらに車が2台止まっています 事故に絡んだ車と思われます昨日午後5時前山口県美祢市の中央道で男性5人の乗ったワゴン車が中央分離帯に衝突しましたこの事故の後車から2人が出たところ後ろから来た車やトラックに相次いで跳ねられ死亡しました警察によりますと死亡したのは桜塚やっくんの芸名で活動していた斎藤康夫さん37歳とマネージャーの砂森幸太郎さんと確認されました 斉藤さんの死因は心臓破裂でした。